ます。フロー FOE チャンネル FFTV の第4回ということで、今日補足しちゃいました原子力規制委員会と原子力規制庁についてですね、いろいろお話をしていきたいと思います。で、まず最初にですね、今日補足しました原子力規制委員会と原子力規制庁、この、まあ、体制ですとか、その中身をですね、ちょっと三田さんの方から説明していただきたいと思います。お願いします。皆さんこんばんは。FOE ジャパンの三田と申します。ですね、原子力規制委員会規制庁を今日補足しました。で、これはですね、今までこの、図をちょっと出していただきたいんですが、この図は中国新聞から、引用しています。で、今までですね、経産省のもとに原子力安全保安院、内閣府のもとに原子力安全委員会、文科省のもとに放射線モニタリング等の、課議長系のところがですね、モニタリングを行ってきたわけなんですが、これを一元化してですね、非常にこう強力でかつ、所掌範囲がひどい、原子力規制委員会及び原子力規制庁というものを、作ったという新しい原子力規制の体制です。で、いくつか問題点が指摘されていまして、まずその経産省のもとに置かれた原子力安全保安院のではですね、利用と規制の立場が一体化してしまっているという、問題。そして、各省に散らばっている原子力、規制の体制、原子力関係の行政の体制を一元化するべきだ。そして、高い独立性を持たせるべきだというような指摘に基づいてこのような、原子力規制の体制が発足しました。で、このことの是非についてはまた時間があったら論じたいと思うんですが、これは独立性が高く所掌範囲が広いということは、この原子力規制委員会に誰が選ばれるかというものが決定的に重要になってくるわけですね。で、一旦選ばれた委員たちはですね、総理といえども罷免できない、委員長は5年、初代の委員のうち、2人までが5年、残りの2人が3年という任期で、非常に長い任期なわけです。で、次のスライドお願いしたいんですが、こうした中、原子力規制委員会の人事というものが、7月の下旬に国会に示されました。そして、大きな議論が呼んだわけなんですが、委員長として、田中俊一さん。はい。で、委員として、更田豊志さん、中村佳代子さん、大島健三さん、島崎邦彦さん、この5名が原子力規制委員会のメンバーです。で、議論を呼んだのはいろいろな点があるんですが、まずその田中俊一さん、更田豊志さん、中村佳代子さんについては、原子力村の、出身者である。で、田中俊一さんについてはですね、日本原子力研究開発機構の副理事長、原子力学会の、会長、原子力委員会の委員長代理というような、経歴の持ち主。で、更田さんについては原子力の日本原子力研究開発機構の、幹部。中村佳代子さんについては放射性の医療廃棄物を扱っている、日本アイソトープ協会の、主幹ということで、この3人についてはその、原子力事業者の OB ないし、現職の幹部ということで、法律との兼ね合いが問題となったということと加えてですね、今までその原子力、推進の行政のに貢献してきた人たちが規制を担うということは、その法律の趣旨に反するのではないかということが、批判されました。で、大島健三さんというのは、その、JICA の副理事長、あるいはその外務省官僚、そして国連大使などを務められた方で、チェルノブイリの事故の後の、まあ、国連を中心とするその国際的な協力のところで、まあ、業績を残したということで、今回規制委員会の委員になりました。ただこれについてもですね、国連がむしろそのチェルノブイリの事故を過小評価する方向で貢献してきたこと、そして日本の原子力協力そのものがですね、国際的な原子力推進のドライブをかける方向で貢献してきたという、そういった立場の人ではないかということが指摘されました。で、その次に原子力規制庁の方の人事ですね、次のスライド。見ていただきたいんですが、トップに池田勝彦さんという方を長官にしました。で、この方は前警視庁総監
です。で、政府の説明だとですね、緊急事態に備えるということと透明性、なぜか透明性ということを言って、この人を据えたわけなんですが、まあ、市民側から見るとですね、なぜ、警察畑を歩んできた方、警備局長なんかもされてるんですね。で、その方がなぜ原子力規制庁の長官なのか、規制の対象は一体市民運動なのか、それとも、何なのかという疑念を抱かせるような、人事で、です。で、つい最近ですね、原子力安全保安院の、意見聴取会の傍聴者のリストが警察に見せられたというような、ことが起こりました。で、私たちとしてはその原子力規制とですね、警察公安の関係がどういうものなのかということは常にこう警戒して見ているわけなんですが、そのようにその警察公安とべったりな原子力規制委員会、規制庁でいいのかというような問題意識はあります。で、このような、中ですね、先ほども、ちょっと言ったんですが、今までその私たちが指摘したことをざっと、振り返りましょう。で、先ほど、その法律の問題、法律との兼ね合いの問題についてはご説明しました。で、その日本原子力研究開発機構 JAEA と略されていますが、文殊を運営する、原子力事業者、法律上、例えば原子力規制法なんかでは原子力事業者と定義される事業体です。で、日本アイソトープ協会についても、これも放射性医療廃棄物を扱うということで、規制の対象となる原子力事業者であると考えられます。で、この二つの原子力事業者から、その現役の幹部が委員に就任するということについては、違法なのではないかということで、日弁連が声明を出し、市民団体もそれを指摘し、国会議員もそのことについて問題提起をしています。で、それから法の趣旨に反するということですね。利用と規制の分離、国民の、信頼の回復、そして原子力村の影響を徹底的に排除するというのは国会の審議の中で繰り返し述べられてきたんですが、この3点から見てもこの人事というのは疑問と言わざるを得ません。で、それからさらにですね、重要なのが、これからちょっとその点について、よくよく見ていきたいと思っているんですが、その、低線量被爆に関する、田中俊一さん及び中村佳代子さんの、スタンスですね。で、田中俊一さん、私たちがとりわけ問題視してきたのはですね、この方は自主的避難の賠償問題に関して、原子力損害賠償紛争審査会の場で最後まで、反対し続けた方です。で、政府が定めた20ミリシーベルト基準というものがある中で、自主的避難というものの合理性は認められないということで、賠償に反対しました。で、さらにその、線量が20ミリシーベルト、下回った場合は、帰還を急ぐべきであって、賠償というのは打ち切るべきだという主張もされていました。原子力委員会の場では、100ミリシーベルトまでは健康に影響がない。住民は、被爆に折り合いをつけて、生活していくことが課題だという趣旨の発言をされています。で、こういうことから私たちとしては、田中俊一さんは、先ほどの法律的な観点以上にですね、これからその被爆基準などを定めていくであろう原子力規制委員会の委員長としては大いに疑問だというふうに感じています。で、中村佳代子さんについても、放射能の問題は心の問題、ストレスの方が体に悪い、子供と大人では大きな差がないというようなことを福島での講演会でおっしゃられています。ということから私たちはこの人事について問題提起をしてきました。はい、どうもありがとうございました。なんかもう、今日の、私は今日初めてその、規制庁側の委員の方のメンバーも見たんですけど、もう、なんかすごいメンバーですよね。保安院から行ってるような人たちだったりとか、その、前に問題になったその、何でしたっけ、核廃棄物の直接処理と、再処理で、直接処理の方が値段がこう安いのに、それを隠してましたっていうような方とか、そういう人がここに復活して、規制委員になっちゃってるっていうのがなんかもうすでにダメだなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、まあ、うんうん。あ、じゃあちょっとその点、言ってくれます？はい。
福の会の坂上です。よろしくお願いします。まあ、今お話があったのは多分安井さんって方だと思うんですけども、あと、まあ、私たちこの間ちょっとびっくりしたのは、昨年7月に私たちが、福島市の渡り地区を常にぜひ、避難勧奨地点に、設定をして、まあ、子供優先に避難を促進してほしいということを、渡りの皆さんといろいろ、要求してきたことがあるんですけども、その時に、まあ、現地対策本部の中で、その生活支援班というのがあって、まあ、避難政策を決める部署ですね、国の、部署で、もう避難、特定避難勧奨地帯の指定はさせないぞということで、まあ、立ちはだかった、方が佐藤さんですね、いう方が、佐藤明さんという方がいるんですけども、その方が、まあ、事故後、なぜか大出世をしてですね、まあ、今日も記者会見仕切ってましたけども、まあ、広報担当課長と、いうふうな形になってまして、まあ、そういった方が、まあ、あと、まだ、正式に名前を確認してるわけじゃないんですけども、まあ、文部科学省からも、その事務局からも多分人が、やってくるという形になってると思いますね。今回の委員会の人事には文科省の方で、低線量被曝の論文書いてる人とかもいるみたいな感じだったんですけどね。まあ、とにかく、こう、ちょっとどう見ても、なんかこう、何が変わったの？ますますその原発を、なんとか推進していきましょうみたいになってるような気がしちゃいました。私としては。で、今なんかその問題点も含めてお話しいただいたんですけど、まあ、今日も抗議行動をしてきたということで、ちょっと新しい規制庁の、六本木一丁目にあるところにも行ってお話、抗議をやってきてくれたということなんで、ちょっとその辺の様子も教えていただければと思うんですけど、それは三田さんからでいいですかね。はい。ですね、今日、その、規制委員会、規制庁の発足に合わせてですね、12時から官邸前で、野田総理に対して任命するな、撤回しろというような抗議行動、そして1時から、六本木一丁目の新規制庁が入ったビルの前でですね、抗議行動をしました。で、7月の下旬にですね、この人事案が国会に提示されてからですね、私たちはまずその田中俊一さんの名前に反応しまして、これは偉い人事だということで作戦会議を繰り返しまして、かなり、集中的にこの人事に関する運動をしてきました。で、本当に、まずはその国会の同意人事ということで、国会議員にこの問題を伝えていこうということに集中したわけですね。で、国会議員に対して、情報提供するとともに問題意識を持ってくださっている国会議員の方々の連名で、声明を出してもらう。で、そして署名運動をする。そして市民500人で、ロビーをしようというようなキャッチフレーズで国会議員を市民が巡ってですね、この問題を一つ一つ訴えてきたわけです。それと同時にその毎週金曜日ですね、環境省なり、あるいは、合同庁舎4号館のその規制庁の準備室が入っていたところでですね、街頭での抗議行動もして、まあ、ヒューマンチェーンなんかも やりまして、みんなでその問題意識を、共有し、街行く人たちにも訴えるというようなこともしました。で、かつですね、これやっぱり法律問題が絡んでいるということで、弁護士のグループなんかもこれ問題提起してきましたので、弁護士グループと一緒にこう、記者会見なんかもやりました。記者会見の回数数えてみると多分4回か5回ぐらいはやっているはずなんですね。で、残念ながらこのマスメディアがですね、今回のその人事問題に関しては、非常にこう取り上げなかった。特にその違法性を日弁連が指摘しているのにもかかわらず、ついにマスメディアが一度もその点について触れなかったというのは、大変こう、驚いています。で、ともかくそういう形で国会議員を動かすということを主眼にして、やってきたわけなんですが、それには一定成功したと思っています。で、多くの国会議員がですね、民主党の中も外もですね、連名して声明を出したり、要請書を出したり、あるいは、民主党の中では自己収束 PT、鳩山グループなんかが動いていました。で、野党が、自民公明を除く野党、全会派がですね、議運の、に対して、要請書を出すというような局面もありました。
で、この結果、結局のところ野田政権は、この問題、人事、本当は国会の同意人事なんですが、本会議にかけられなかったわけです。だから、そういう意味では、こう、一定の、成果はあったんですが、私たちが考えても見なかったようなアクロバティックな手に野田政権が出まして、規制委員会設置法の、まあ、抜け穴を使ってですね、国会が閉じているとき、あるいは緊急事態宣言が出されているときに、野田政権が任命できるという、その抜け穴を使って今回の任命というのに至りました。それは本当に残念です。残念なのはその人事が通ったことだけではなくて手続きが無視されて、二重の意味で内容面でもプロセス面でも原子力規制委員会の設置法というものが無視されてしまったということが本当に残念です。はい、ありがとうございます。もう本当にそうですね。なんだか、スタートからこんなことでどうなるのかなと思うんですけれども。ですね、先ほどちょっと坂上さんがお話ししていただきました、昨年の福島の、渡りの避難干渉地点を、強く拒否した佐藤さんなんですが、今、アワプラの白石さんがですね、あの方のお名前は行さんとお読みするんだそうです。ということでした。はい。ありがとうございます。ということで、佐藤さん。まあ、いずれにしてもそういう人がまた、規制庁に入ったっていうことで、もうとっても私、個人的には、ちょっと絶望してるんですけど、まあ、ここで諦めてる場合じゃないんでね、まあ、これからもやっていきたいなと思うんですけれども、ここでですね、今日の抗議行動の模様はちょっとどうしましょう？流してみます？今日ですね、その六本木一丁目の、規制庁が入った、なんか、とっても、閑静な住宅街の中にポコッとあるビルなんですかね。そこのところで、抗議行動してきた模様をちょっと、様子を皆さんに流したいなと思いますので、いかがでしょう？大丈夫ですか？じゃあお願いします。人事なんてない！原子力村いらない！原子力村いらない！人事なんてない！人事なんてない！人事なんてない！子供を守ろう！子供を守ろう！大人が守ろう！大人が守ろう！人事なんてない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 ！はい。はい。戻ります。はい、ありがとうございます。今最後に映った、こう、ガラスが、ガラスっていうか、キラキラキラってしてるあのビルが、の13階あたり？いや、建物が20階建てで、うん、で、そこの、234、13。あ、234、飛んで13。あ、が、まあ、規制庁が入ってるっていうことですね。今日会議をしたのは13回だったっていうことね。234?13。はいはい、わかりました。じゃあその辺に向かってって感じですね。で、今日は、この規制庁の前で60名くらい集まってくださったということで、どうもありがとうございました。声は、地声でやった感じ？どんな感じでした？なんか最初はちょっと住宅街だったりとかするので、サイレントアピールで行こうっていうことだったんですけど、ちょっとその辺を。住宅街というほどでもないんですが、人が住んでいる、ようなところもあるかもしれないということで、地声でやりました。うんうん、まあ、地声でも良かったんじゃないかと思います。うんうん、はい。なんかいい感じでしたよね。はい。ずらっと並んでる感じがね。はい、わかりました。どうもありがとうございます。ということで、今日この13階で、第1回の規制委員会もあったし、で、その後、まあ、お披露目式みたいなのがあり、その後記者会見があって、それは、まあ、いろいろ見れたんですけれども、規制委員会の委員の記者会見、皆さんご覧になったかしら？
私たちも見たんですけど、なかなか長かったけど、すごい、私的にはええみたいなのがいっぱいあったんですが、坂上さんから今日のこの記者会見を見て、その委員の資質がいろいろ見えてきたかなと思うんですけども、その辺をちょっといろいろお話しいただければと思います。お願いします。はい。記者会見の話をする前に、今日第1回目の会議をしてるんですね。13時半から。で、で、これに対しては、マスコミがなんか別室で、モニター傍聴で、で、一般の傍聴者は何もなくてですね、その受付のホームページもないし、そもそも規制庁のホームページもないしという状態で、ところが、規制委員会、規制庁については、ご承知のように、その、野田首相が、一旦その、内閣府の参与に任命した段階で、事実上もうスタートを切っていて、だから今日は実質的には2回目の会議なんですよ。だから、ゼロ回目って言われる会議があって、で、今日は実質2回目の会議なんですね。で、ところが、なんで今日、一般傍聴させないのかと。で、私たちも、その辺は、一般傍聴させろと。で、なんか、直接見たいということを申し入れたんですけども、で、結局拒否をされて、で、それは委員5人の総意だと。今日は、傍聴は、許すまじみたいな感じになってですね、問題だったんですけども、で、ところが言い訳を聞くとですね、今日は第1回目で、傍聴の仕方を決めたと。で、だから、今日は傍聴なしで2回目からだと。いうような言い方をするんですけども、だったらその実質、でも2回目ですしですね。で、実質1回目だとしても、そんなことはね、例えば、基本的には傍聴、が原則であれば傍聴した中でそういうことも決めてもらわないと、意味がないと思うんですね。そういう意味では、透明性を高くするんだというふうなことになってるんですけども、ちょっと出だしから非常に心配であるし、で、記者会見も先ほど話が出た佐藤行氏が仕切ってですね、もう時間になりましたから、みたいな感じで打ち切ろうとして、ただ結局はね、記者の皆さんが抵抗して、そう、あいつなんですよ。それで、1時間以上ずっとね、質疑はやられてて、それは良かったと思うんですけど、それでも非常に、あの人たちが、広報ならしに、あるいは交渉の多分設定の窓口等々になるということですので、まあそういうのは非常に心配だということです。それから中身的にはいくつかありまして、記者会見の中身としては、まず一つはやっぱりその、放射線量に対する認識ですね。で、これが非常にやっぱり甘いと、いうことがあります。まず、ちょっと待ってください。中村佳代子さんですね。やはりって感じですけども、放射能の影響は、頭ではないと。頭で、なんかね、ここではありませんと。心の問題ですということをやっぱり強調されていて、それは結局なんか、全部ストレスとかね、そういう、気苦労とかね、なんかそういうことにその放射線の影響というのを解消してしまって、ないことにしてしまおうと、やっぱりその、リスクコミュニケーションの考え方っていうのをやっぱり前面に出そうとしているという非常に、心配な中身です。それから、委員長候補の田中俊一さんについても、その、自分は100ミリまで大丈夫だということをよく言われるんだけども、私は、国連が、のデータを紹介しただけだと、今日はそんな言い方をしてるんですね。で、その低線量の被曝の影響については、いろいろね、なんか不確定なことがあると、言うんですけども、だったら、その低線量に影響があるという、そういう客観的なデータもいっぱいあるわけですので、そういったものをしっかり出さないと、国連の100ミリまで大丈夫だ的なものだけをね、出しているというところで、もうそれだけでも問題が、あるんではないかな、というふうに思います。それでやはり彼も、わからないという、低線量の被曝の影響がわからないという状態に対して不安が広まっていて、で、それのストレスの解消に努めなきゃいけないという形で、いつの間にかやっぱりその低線の影響っていうのは気苦労だよというね、いうふうな、やっぱり形に流そうとしてるというところが見えて、それが非常に心配だと、いうことです。それからもう一つ、その、避難基準の20ミリシーベルトの問題についてですね、じゃあちょっと、このですね、で、これは、アワープラネットの白井さんが、その20ミリシーベルトの避難基準についての認識というのを、5人の委員に聞いたんですよね。で、で1枚めくってもらって、
そうすると、5人は一瞬固まりました。5人ほど。5人も、全員ですね、固まって言葉が出ないという状況になって、で、田中さんは何と言ったかというと、被爆が少ない方が良いということになっているので、その方向、いついつまでにどうする、どういう基準でどうするということではない。1ミリシーベルトを目指して除染という、を進めていくことになっているので、そういうことを進めていくこと。で、規制委員会の仕事ではないと。ちょっと全体何を言ってるのかよくわからない感じではあるんですけども、まあ、なんか1ミリシベットを目指すと言いながら、実はそれは除染だということになっていて、で、その基準については、規制委員会の仕事ではない。で、これ実は何回か繰り返していまして、で、どうしてその、これが放射線防護とか放射線管理っていうのは規制委員会の範疇になってまして、その基準をどうするかっていうのは、私たちの認識では当然規制庁規制委員会がですね、しっかりとその、厳しい側に立って規制をしてもらうと困ると、今の20ミリシーベルトの避難基準についてはやっぱり高すぎるので、規制庁規制委員会しっかりとね、リーダーシップを発揮して、下げてもらうと困るというふうに思ってるんですけども、まるで非常に他人事のような話をして、それは内側やることじゃないよと。で、これは非常に不可解な、対応だと思っています。それから中村佳代子さんについても、今後の事故のことを考えてどういう対応をしていくかということ、で、現行の20ミリシーベルトというのは速やかに避ける工夫をすべきであるということで、これも他人事なんですよね。で、この20ミリシーベルトの避難基準に対してしっかりと高すぎると、言ったのは島崎さんだけでした。結局他の委員も、まあ、福田さんなんかは自分はよくわからないと。自分の見解を、その不十分な見解を今示すことはできないという形で逃げてましたし、そういう意味では非常に、問題があるというふうに思っています。それから、もう一つその、原発の再稼働の問題ですね。で、これについては、その、今暫定基準を、まあ、保安院が、その照らして、各、大井原発だけではなくて、他の原発についても、まあ、ストレステスト、意見聴取会なんかで、いろいろ OK だみたいな報告を出してきてるんですけども、で、これに対して、その暫定基準のままでまた、さらに再起動を進めるようなことはないのかという記者の質問に対しては、一応そういうことはないと、いうような形で否定をされていました。ところがそうなってくると、今動いている大井原発が問題になってくると思うんですね。で、大井原発については、今耐震バックチェックってのがやられてて、で、バックチェックではなくて、バックフィットにすべきだというのが、この規制庁補足にあたっては大きな議論になっています。で、バックチェックとバックフィットってのは何が違うかっていうと、バックチェックっていうのは基準が新しくなったんだけども、それは動かしながらそのチェックをかけて、で、その、通ってるかどうかっていうのは動かしながらでもいいですよというのがバックチェックなんですけども、バックフィットにすると、きちんと安全確認が取れるまでは動かしてはならぬと。で、安全確認が取れた上で動かさなきゃいけないという、そこら辺が大きな違いで、きちんとバックフィット、チェックではなくてバックフィットにしてくれというのが地元の、自治体からの要求でもあったと思います。で、この点についてはいくつか質問があったんですけども、彼は非常に逃げ回ってまして、なんか、再稼働に引っかかるバックフィットと、再稼働に関係ないバックフィットがどうやらあるみたいですね。そんな言い方をしたり、いや、バックフィットについては、まあ、先々これからずっと検討すればいいですよ、という形で、その直接大井原発がですね、まあ、これは、バックチェックって形で動かしながら、で、暫定基準しか適用してない上にですね、動かしながら、再度の、断層調査にもかかってるということで、本当にこう、規制庁として、バックフィットの考え方でしっかりと規制をしておこうと思い、しようと思えばですね、まあ、さっきの大井原発を、止めた上での、ね、動かしながらではなくて、止めた上での、再調査、再確認というのがすぐに問題になるというふうに思うんですけども、それを全く今のところやる気がないということが明らかになって、その辺は非常に問題だなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。その、0回目の会合の時にも、なんかこう、資料だけ出てましたけど、大井原発についても、その、こう、例えばその、破砕帯の調査の問題は全く、
議題の中には入っていなくて、どういうふうに監視していくかとか、もう動かしているものの事故が起こらないように監視するその体制を考えましょうみたいなことなだけで、安全性が確認取れていないとかね、今日記者の方からの質問もあったんですけど、その辺をどう考えているのかっていう、その暫定基準はどうなのかっていう回答に、質問に対してもまともに答えてないような気はしたんですけどね。だからちょっと、大井は本当に、止めるかどうかっていうのはチェックしていこうって思ってたんですけど、なんか思想にない感じなんですかね。ちょっとすごく心配なんですけどね、私としては。ということで、もう問題山盛りなわけですけれども、今後の課題みたいなの、課題とか、まあ私たちの、まあ行動ですとか、その辺、あとまあ今言ったみたいなそのチェックポイントですかね、監視ポイントみたいなのがあれば、ちょっとお二人からお話しいただきたいと思うんですけど、最初に、じゃあ、ミスタさんからお願いします。ですね、さっきのその記者会見で、あと気がついたのはですね、彼らがその、国民とか市民とか法律家とか国会議員の批判に対して、理解もしていないし、向き合ってもいないというのが、非常に気になりました。で、確かにね、ふけたさんなんかは、これは選んだ方の問題である。それはその通りなんです。で、ですから私たちも彼らに対して何かを、叫ぶというよりも、選ぶ立場の野田さん、細野さん、国会議員たちに、こう、いろいろ情報提供し、問題提起もしてきました。ただ、そこら辺が彼らは全然理解しておらず、中村佳代子さんに至ってはですね、なんか、バッシングというような表現をしていたんですね。で、例えばその、何かの価値観に基づく何か批判であるというものを、まあ、バッシングと言い換えることはあるかもしれないんですが、法律上のその結核条項に関する議論をバッシングというふうに、捉えるのは非常にこう、なんだかなという感じですし、そこら辺、議論の焦点は彼ら自身が理解していないということに私は非常に驚きました。なんというか、田中俊一さんについては、その、これまで原子力村であったかどうかではなくて、これからに何をするのかということを、趣旨のことを言っていたと思うんですが、まあ、それはそれで、いいんですが、その原子力村だったというその批判については、それは、そういう反論もあるかもしれません。ただ、その彼らが、特に中村俊一さんが、今までその、原子力推進に果たしてきた、ごめんなさい、田中俊一さんが果たしてきた役割とか、あとはその法律上の、原子力事業者であるか否かということは、全然彼らは、まあ、答える立場にないといえばそうなのかもしれないんですが、理解していないというのは本当にびっくりという感じでした。で、今後の展望についてはですね、この人事問題については、やはりその国会で、いずれその同意せねばならないということで、問題提起は続けていきたいと思っています。で、それからもう一つはその、原子力規制委員会が今後何をしていくかということは、厳しく、市民目線で、監視していきたいと思っています。特にその、大井原発をどうするか、それはもう試金石というか、リトマス試験紙とか、だと思っています。彼らが本当にその、原子力規制にどういう考えを持っているのか、バックフィットをどういうふうに捉えているのか、どこまで真面目なのかということの、試金石だと思っています。だからそこら辺は見ていくということだと思います。その、私たちが、そのいくつか追及してきたことについての、向こうの対応についてですけどもですね、特にその、中村佳代子さんなんかは、その、本当に真剣に受け止めてるのかどうかっていう疑問に感じさせられる、場面がありましたですね。じゃあちょっと、その部分を再生をしましょうか。結核条項について今日の記者会見でも問題になったところです。はい、ちょっと再生しますので。結核条件すべて読んでおります。それと回答しないことを自分自身の目でも確認しております。どの大臣とはアメリカだったことを議論したことはございます。回答しないときにちょっともう一度、普通に条項を読めば。事業者と書いてある以上は、
その中でどういった仕事をしているかとかいう細かい指定は書いてないわけですよね、結核病院には。事業者という国であれば、結核病院に当たるわけで、なぜその当たらないというふうに考えられるのか、その理由をご説明いただけますか。結核病院の内容についてはですね、私はもう、もはや救急室の室長ではございませんが、改めてですね、申し上げたいと思います。個別に。言っているのが森本次官ですね。規制庁の次官です。次長です。申し訳ないです。私も今や、ポジションが変わってしまいましたので、現、準備室長としてのことでご説明する機会は作りたいと思いますけども、大変申し訳ありませんが、この場では、お伝えさせていただきたいと思います。だったら、それで、この面にお伝えさせるべきじゃないですか。野田病院がどう捉えているかというのを今、国の方に聞いたわけですよ。結核病院のことに関しましては、オファーを受けましたときに、すべて読ませていただきました。で、その内容に私は該当しないというふうに判断をいたしました。事業者ではないというふうに考えられたところですけど。はい。はい、まあ、ちょっと解説しますと、結核条件に、条項について、それに当たるんではないかと言って、3人の方に質問されたんですよね。で、その時に中村佳代子さんは何と言ったかというと、自分で条文を、チェックをして、確認をしましたと。それで自分がこの結核条項に当てはまらないということを確認しましたと。で、特に細野大臣とは話はしてませんということだったんですけども、ところが、結核条項って読んでも、具体的に、原子力事業者の範囲っていうのはしっかり、なんていうかな、細かいところまで書いてないので、読んでもわからないはずなんですよ。あるいは、読んだところで、その結核条項だというふうには読めても、結核条項に当てはまらないとは読めないはずなんですね。で、ところが、彼女はそういう判断をして、で、しかも、その理由が、自分は原子力事業者ではないと。で、ところが、まあ、日本アイソトープ協会は歴とした、その、放射線の廃棄物の処理の事業をやっていて、法律で言うですね、第、7条7項ですね、第3号で言う原子力事業者には当てはまりますというのが、これが政府側の見解でもあるんですね。そういうでは、彼女が言ってることは明らかに間違ってるし、その結核条項ではないかという指摘に対して、本当にその真剣に、向き合って考えてるのかというのは非常に疑問だと思います。で、この点については、やはり今後、また国会同意が問題になってきますので、その段階で、改めて問題提起をしたいと思ってますし、それだけじゃなくて、その間にいろいろ、やはり気象庁を動き出してやってくる中でですね、いろんな問題が出てくると思いますので、そういったものを合わせて本当にこの人選でやっぱりいいのかと、いうのをぜひ改めて、問うていたいと思います。また、それとは独立に今お話したようなですね、その、再稼働の要件については、一般的に、基準をどう作っていくかっていうだけではなくて、やっぱり今、暫定的な形でしか確認されてない状況で、あるいは再調査をしながら動いてしまっている大井原発について、どういう対応するのか。これはこちらでも積極的に、その態度を問うていきたい、姿勢を問うていきたいと思いますし、やっぱりその、バックフィットが必要だしね。それから暫定基準で再稼働は、できないと言ってる以上は、それを具体的に大井原発にまず適用して、その行動で示さないと、やっぱり国民の、私たちの、国民の信頼は得られないぞと、いうことを、しっかりと、言っていきたいというふうに思います。ですね、もう一つ重要だと思うのが情報公開のあり方ですね。先ほど傍聴問題について坂上さんが言いましたが、今までその原子力安全保安にしろ、原子力安全委員会にしろですね、傍聴を認めてきて、まあいろいろありましたけど、過去に。私たちも努力して自分たちの傍聴の権利というのを守ろうとしてきたというような経緯はあるんですが、一応傍聴は認められていたんです。で、それが、
情報公開を高らかに歌っている原子力規制委員会の今日の傍聴が認められなかったというのは本当にこれは大問題だと思っています。通常委員会を、運営する前にですね、傍聴のあり方 というのは準備段階で決めるのが普通なはずなんですね。その1回目なんかまだその点に関して委員自体が話し合っているっていうような状態というのは言語道断。一体何様のつもりなんだろうと。で、つまりその委員会の運営自身も委員に任されているというのがですね、本当にこの委員会の問題点だと思います。一番今日の冒頭でですね、一元化、今までの分散した原子力行政を一元化し、かつ高い独立性を与えた。これなんか一見いいように聞こえて、だから取り入れられたと思うんですね。ところがその弊害が今まさに出てきている。その一元化、強力な、権限を持つ委員会っていうのは、いい人が選ばれて初めてですね、機能を発揮するんですが、それは残念ながらその委員を政府が選ぶという時点で私は無理だと思っているんです。ですからなんか今までの、原子力安全保安院、原子力安全委員会のダメダメダブルチェック複雑系で、なんかそれでもその市民としては付け込む余地、いろいろインプットしていく余地というものが、あったのに、今その田中俊一氏を頂点とする、この原子力規制委員会、そういった余地が本当になくなってしまうんじゃないかということを恐れています。はい、ありがとうございます。本当になんか、ちょっと、すごく心配なんですけれども、先ほどお二人が言ったみたいに、まず、その国会の同意を得なきゃいけないっていうところは、しっかりやってもらえるように、そこもチェックしていかないと、当分やらないかのような、そのニュースも流れてるじゃないですか、その緊急な状態であるみたいな、事態です、みたいな形なので、もう当面取らないみたいな、いう感じのニュースを、NHK とかも、書いてましたんでね。それはちょっといかがなものかなってやっぱり思いますし。ですので、国会議員に、こうやって発足しちゃってね、行くと、前に三田さんがこの間お話してくれたけど、その既成事実化しちゃうみたいな。それがすごく私は嫌で、ずっと、いいじゃん、このままじゃあやらせたらみたいになっちゃうのはすごく困るので、やっぱり国会議員の働きかけとか、抗議行動で訴えるみたいなのは続けていかなきゃいけないのかなっていうのはありますよね。あとは、再稼働の問題。再稼働の問題というか、大井原発の問題ですね。これはしっかりチェックみたいな感じですね。あとは情報公開のあり方みたいなね。わかりました。ということで、なんか、ホームページ見れました？もう。ですね。なんかさっきニコ生見てるときに、田中俊一さんに、どういう、経歴なんですかみたいに質問してて、僕の、ちっちゃい時の写真も載ってるから見てね、みたいなコント言ってましたんで、ホームページはあるみたいなんですけど、ちょっとチラッとしか見てなかったんですけどね、そこにちゃんとその第2回目以降の、その委員会の情報とかね、載せていくのかなと思うんですけど、その辺も、なんかね、全然準備できてないじゃん。っていうのはちょっとあるんですけどね。じゃあそんな感じでやっていきますかね。はい、はい、じゃあ追加でお願いします。はい。で、委員の人選の問題はそれぞれで、ぜひやっていきたいと思うんですけども、いやおなしに、これから、審議会がどんどん、怒涛のように、始まるような、動きになると思うんですけど、やはりその、審議会の委員の人選ですよね。で、これはまあ、今回の委員会の人選もそうですけども、人事の問題っていうのは、もうタブーではなくて、やっぱり、しっかりとやっぱり私たちとしても口出しをして、きちんとその、まともに議論ができるというですね、そういう委員の中でやらないと意味がないと、特にこれまで、なんか推進に、加担してきた、いわゆる御用学者たちですね、それがやっぱり再選されることがあっては、ならないということで、その辺についてもしっかりと、監視の目を光らせていかなければいけないかなというふうに思います。審議会みたい、審議委員ですかね。それは、やっぱり決めていくのは、田中さんたちになるんですかね。事務方が選んで、みたいな。うん、それは、なんか文句つけられるもんなんですか？いや。どうなんだろう。直接文句をつける場合はないと思う。ないけど、うん。
まあ、よく見ていかなきゃね、みたいな。わかりました。ありがとうございます。で、はい。じゃあ、あれ、予定は何時までだったんだっけ？あ、すいません。20分オーバーしてしまったんですけれども。あ、そうですね。じゃあ、まあ、とりあえず、じゃあ、今日の、FFTB、原子力、とうとう発足しちゃいました、原子力規制委員会と規制庁なんですけれども、まあ、これからも、いろいろやっていきましょう、ということで、今週金曜日の告知を、じゃあ、三田さんの方からお願いします。私から言いましょうか。それでね、毎週金曜日のですね、官邸前行動が6時から、8時まであると思うんですけど、まあ、私たちはこの間ずっと、まあ、それに連携企画という形で、一つは6時半から8時ぐらいまで、経産省別館前ですね、まあ、前の保安院があった場所で、大井原発の、再調査の問題、そしてこの人事の問題を訴えて、で、その後ですね、まあ、官邸前行動が終わったぐらいのタイミングで、8時15分ぐらいからですね、まあ、当初は環境省前で、それから、その後、その、規制庁準備室のある、合同庁舎4号館の角ですね、そこで、9時ぐらいまでアピールとヒューマンチェーンですね、いうのをやってたんですけども、それで、まあ、今後どうしようかというので、今日新しい規制庁に行ってみてですね、まあ、拡声器でガーッと課題に立てるのはちょっと、後ろすぐマンションで人が住んでるという状況なので、ちょっと厳しいかなということではあったんですけども、まあ、地声でやる分には多分大丈夫だろうということで、ぜひ新しい規制庁の前でも行動やろうということで、で、あさってですね、あさって金曜日については、まず6時半から7時半で、別館前ですね、前の保安院のところ、経産省別館前ですね、前の保安になるところで、やった後ですね。その後移動して、8時から、9時近くまでですね。で、六本木1丁目ですね。あるいは、神谷町というのが最寄りの駅になりますけども、六本木ファーストビルにあるですね。新しい、規制委員会規制庁の、ビルのある前でですね。まあ、そこで、拡声器なしで、アピール行動というのをやりたいと思います。で、詳しくは、避難の権利ブログに、載っけていきますので、ぜひ、皆さん、金曜日ご参加いただければというふうに思います。はい、わかりました。それでは、じゃあ、ちょっと金曜日ぜひご参加いただければと思いますね。あ、今なんか、情報入れちゃいます？大丈夫ですか？はい。いや、もう本当にね、最後に今日記者会見見てて思ったんですけど、全く認識、5人の、まあ5人だけじゃなくて、まあ官僚の皆さんもそうなのかもしれないんですけど、認識があまりにも違いすぎて話にならないなっていうのをすごく感じてしまって、ちょっとがっくり来ちゃったんですけど、だからもう本当にやっぱりね、この人事は変えなきゃダメだよってちょっと思っちゃいました。これじゃあ全然話にならないし、白石さんがインタビューしてくれたのは質問してたのは、避難の基準って言ってたのに、避難については全く一言も誰も触れないようにしていて、その福島のその空間線量を下げることは努力しますっていうような感じの雰囲気で、避難、誰か、自分たちが。そうそうそう。で、それは自分たちの仕事じゃないっていうことで、その避難っていうことは全く一言も言わなかったのがすごい気になっていて、彼らの中ではそこに住まわせたままで、心のケアをしてみたり、その空間線量が下がるようにしていって、何十年後には下がってるよみたいな、そんな感じの雰囲気しかなかったので、すごくもうダメだなと思いましたので、これからもね、どんどん講義したいと思いますので、ちょっと私も今週金曜日はじゃあ六本木一丁目でやりたいと思いますので、ぜひ皆さんも、別館前、経産省別館前と、その後、移動すると8時くらいなんですかね。8時からは、六本木一丁目もしくは神谷町の、が森尾駅の新規制庁ということで、そちらで講義行動しますので、もし、参加できる方はそちらのね、8時からでも結構ですので、ぜひお越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、FFTV 次回、もう決まっちゃってんですよね。結構飛ばしてますよね。はい。次回はですね、9月26日水曜日。この日はちょっと遅めで9時半からですね。夜の9時半から一応1時間を予定していまして、
原発事故、子ども被災者支援法、この間三田さんちょこっとお話をしてくださってましたけれども、これについてですね、やっぱりすごく重要なものなので、で、今が一番ちょっと、いろいろ、予算を取ったりするのにも、要求するのにも、まあ、いい時期だということなんだそうなので、サフランのですね、福島の子供たちを守る法律家ネットワークでしたっけ、の川崎弁護士をですね、こちらの神楽坂スタジオにお呼びしまして、この、支援法ですね。支援法っていうのはどういうものかとか、今の状況ですとか、まあこれからどうするのかといったようなことを、まあ話していきたいなと思いますので、ぜひご覧ください。それでは、長くなりましたけれども、今日は何？今日は、213名見てくださいました。どうもありがとうございました。じゃあ、また金曜日会いましょう。もしくは来週水曜日。ありがとうございます。